ないか。あーこいらっしゃい。今トンネル心霊スポット向かってます。歩いて。もう少々お待ちください。初めて行くところなんで、ちょっとねパーキングに止めて今歩いてるんだけど、わかんない場所が。一応言い訳出しておきます。もう一回、自分が聞いた話はほとんどが黒い影。ああそうなんだ。これもしかして、これじゃない。もう目の前にあるよ。ここに踏切があったってこと。そこにトンネルある。写真撮りたいけど、まあいいか。とりあえず一回行くか。0時から1時の間には来れなかったけど、なんか声がした。怖えなこれ。なんで水の音がするの。一応車通れんの。ちょっと写真撮ってきていいですか。先すいませんね、2枚ぐらい。俺はゆうちゃんみたいにあんなね偉大な配信者にはなれないので。ゆうちゃん大好きだから俺。本当だ、これ上線路が見えるってこういうことか。こことここが線路なんだ。これ上が全部天井が覆われてるわけじゃなくて、線路のところだけ上に壁がこうやってあるんだ。雰囲気あるね。確かに車通れたのかな。水の音がするからなんか声に聞こえちゃう。あれ、バチバチ音がしてるの。待って、写真撮る。これ
てない今もう。イヤホンマイク持ってきてないから。写真撮るときは止まっちゃうんですよ。申し訳ない。一回抜けようか、とりあえず。雰囲気ない？まあでも確かに普通のトンネルっちゃ普通のトンネルだからね。こういうなんか現象があるって聞かなければそんなに。特に俺も何かっていうのは今耳元で何か聞こえたぐらいですね。ここが線路があって、その向こうにも線路があるんだね。線路が2本あって、ここは元が踏切で、それを取り壊してトンネルにしたって すごいことだね。普通そんなのありえんの？他にありそうかな。通れるんかもしれない、もしかしたら。でも自転車は降りて通行してくださいって書いてあるんだけど、なんか車通れそうな感じの広さではある。怖いな、これ。そう、なんか踏切を取り壊したってさっき曰くに。これは曰くが、踏切で引かれた親子がいて幽霊が出るってなってトンネルにしたって書いてある。運転はしづらそうですね、確かに。そんなでも確かにくっそ古いトンネルではなさそうだけど、でも意外と年季入ってますよこれ。いつの事故だったんだろうね、それ。そういうなんか正確な情報ないんですかね。踏切事故。昭和時代って言ってもね、まあ最大でも90年ぐらい前か。ねえ、なんでこんな本当作りが雑なんだろう。本当それですよね。古いのは狭い。夏なら冬服、今は秋だから春服。ああ、地元の新聞とか見ないと。いや、俺はちょっと今耳元のがすごい嫌だった。じゃあ行きますか。ここはちょっと広くないんでね、バケタン一発行きましょうか。どっちがいいんだろうな、これ。天井見えてるところにしようか。車が小さい。オート三輪、オート三輪とかあったんですか。じゃあこのちょっと開けた上に線路、踏切で幽霊が出るって言われてる上に踏切があったであろう場所のちょうど真ん中で行きますね。皆様もこちらにバケタン、信じる信じないはあなた次第、おもちゃですがバケだったと念じてみてください。行きます。西新井のトンネル、バケラッタ。写真だ。
また止まっちゃうね、これ映像止まっちゃうからごめんなさいね。俺のスマホ写真撮るとき止まっとっちゃいます。これバケタンって言うとバケタン地区でいろいろね、あの気温とか電磁波とかいろいろななんか凝縮されたお化けがそこにいるかいないかを判断するっていうおもちゃ。ゆうちゃんの盛り上がらない、それはゆうちゃんの方がレベルが上だからですよ。答えは一つやで。ただいま写真撮りました。あ、耳元ってとこもじゃあやってみようか。あ、他の事件もあったのかな。電池はあります、大丈夫、変えた。じゃあもう一回耳元ってとこで一つの真相で2箇所いけるんでね。でも移動しちゃってる気もしますよね、もし本当にそういうのあるなら。こうかな多分。じゃあ2回目いきます。こう連続で青が出たら今まで1回もないからね、そういうの。いきます。西新井トンネル2個目平常で分かんない。だからここにいる、ここにあっちに歩いてたんじゃない？ありえるか分かんないけど、まあね、これをねもうなんか言い出しちゃったらキリないですからね。バケタンは信じる信じないは本当皆さんの自由だから。ただ俺はね若干信じてますよ。これマジな場所で赤が出たりしてるから。大次郎あれ哲也さんまだ起きてたの？これ文字が読めない哲也さんだよね。これなんかよくわからん。バケタンのパクリ、いやバケタンだってあなた同じさっきからねもう ID 覚えてますから、これバケタンだって。あまりにもね文句言うんだったらもう NG にしますから。壁の白いのってどこ？車で突入しますか？え、壁の白いのってどこ？上？あ、それ？なんか落書きを塗ったんじゃないですかね。なんかでも継ぎはぎしているのは何個もありますね。こうやってなんかひびが入ってるみたいな。これそうですよね。いやこれ本当に何年に作ったんだろうね。昭和っていうから俺もっと新しいのかと思ったけど意外と古いですよね、このトンネル。じゃあちょっと時間も時間なんでちゃちゃっと行っちゃいますね。また歩くの時間あるんで。これここ上行くとどうなんの？ね、落書きめっちゃ多いもんね。あ、普通の住宅だ。普通の住宅街。なんか階段歩く音がボンボン。なんかいい音する。
昭和30年。確かにね。そうだから最大で90年ですよね。昭和64年だから。まあでもそう考えたらそうか。昭和の5年に事故があって、幽霊が出るって言って10年後に直したとしても昭和15年ですもんね。そしたら80年ぐらい前か。じゃあね、西新井のトンネルでした。びっくりした。人が見えた気がした今。ビビった。ちょっと待って待って待った。写真撮ろう。ちょっとタイム。何だか分かんない。でも本当に今人がいたように見えた。今俺のビビり具合がちょっとやばかったですよ、いつもと。ここに すぐカメラ向けたけど映んなかったかな。何今の、超怖い。行こうか。くっ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 。びっくりした。なんかでも顔に見えそうなものとかないんですよね、そこに。今見たけど改めて。あ、今北さんいらっしゃい。今そこになんかね、人影を感じたんだけど。空襲もあったんだ。でもなんか顔に見えそうなものが何もないんですよね。普通に金網しかなかった。確かにお化け団使っちゃったからね。まあでも一回青出たからね、一回青出てるから、まあ一応いるっていう評価は一回得られてるわけだからね、化け団的には。ああ、そこが踏切の位置だったり。本当に怖い。俺久々だよ、こんな今怖い声出したの。あんまりないですよね、俺。だって怖いとこ行ってもガチビビりしてるとこってあんまり見ないでしょ。今にまだ鳥肌立ってるもん、なんか。でも人影でした、完全に。黒かったかどうかまではちょっとパッとだったか分かんないですけども、完全に人の形、もう上半身ぐらいまで見えてた。上半身だけ見えた。顔の形というか顔の輪郭と、こういう、なんか見られてる感というか。本当に鳥肌立った、やば。すいませんね、ちょっと取り乱した。